湘南ベルマーレ対ヴィッセル神戸、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームは 3-5-2 のシステムで今日来ているようなんですが、北澤さん、はい、どんな意図のこれ布陣になってくるんでしょうか。 3-5-2 になってくるとやはり基本的にはサイド攻撃ですよね、はい、サイドの選手が高い位置を取って、そこでボールが受けられる場所によって攻撃的に行けているのか、はい、守備的になってしまっているのかとかになりますよね、はいはい。まあ、どうしても守備的になってしまうと、このワイドの選手がファイブバックになってしまうと、うん、キックオフです。スタートです。湘南ベルマーレ対ヴィッセル神戸。この位置で受けるシュート、ゴール、ヴィッセル。このコースはさすがにキーパー厳しいでしょうね。ちょっとあれはノーチャンスでしたかね。枠ギリギリを狙ったいいシュートですよね。さあ神戸先制1対0です。先制に成功したので、ここからのプランをどうするかですよね、はい、さらに畳みかけるのか、一回落ち着いてリズムを作っていくのか、時間帯も見ながらの判断が必要ですよね。なるほど。奪います。裏へ届くか。さあカウンターのチャンスになります。小野瀬、菊池、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ここで丁寧にコントロール、ここは対応します。